いやー、せつな刑事だよ。箱根を追うと、パド46。始めていきましょう。前回のあらすじ。まあ、伊豆木寝たきり編みたいな感じ。寝たきり寝たきりって言うたら、伊豆木がさ、なんか病気を患ったみたいやけど、あ、まあ病気みたいなもんやけど、敵に取り憑かれてちょっと意識では喪失してないんか。なんつか、なんだろう。まあ倒れとるよな。で、倒れとる状態で、いろいろ策をね、酔ったら、RCH、新世界って言えばいいのか。RCH は味方じゃ。新世界が攻めてきて、伊豆木がさらわれました。そんで、伊豆木はさらわれたけんど、その敵がどういうルート で逃げていくかって考えよったら、凌介が何かあることを思いついたみたいなところで終わっております。そのあることを聞くところから始まります、多分な。だんだんと確信めいてくる。でも、全部憶測でしかない。回路に逃げる可能性だって捨てきれない。だとしたら、僕たちだけで、なんとかしよう。やばい。日暮らしの泣く頃の部活メンバーなみたいなことを言い出した凌介。え？愛坂凌介じゃなくてさ、前原圭一なん。すごいこと言い出したよ。え？そう言われてみたら小鳥が若干お持ち帰りの竜宮レナみたいな感じに見えてくるね。全然性格違うけど。カイロはイーナさんたちが何とかしてくれるだろうけど。でももし本当にヘリで逃げようとしているなら、誰かがそれを止めなきゃダメだ。だから僕たちがそれをしよう。それをしようだって相手拳銃とか持ったかもしれんので。本気か？それ本気かって言われるわ。本気って書いてマジかかもしれんけどな、これ。本気って読むかマジかって読むかは知らんよ。視聴者さんにお任せする。このまま何もせずに、伊豆木が手遅れになるのだけは避けたい。そりゃそうだな。やる気満々だな。夏行き。そんなこと言ってもどうやって。小鳥さん、まだパラライザーってのはここにあんのか。あと一丁はここにある。よかった、十分だ、俺がやる。なずきかっこいいぞ、その俺がやるって言い方。やばいなお前。え、なずき、え、若干さ、マリンちゃんの顔映ってきとるな。コラミちゃんと、自分の妹がマリンちゃんと付き合いよるからって、ちょっと影響受けとんか、お前。何人ぶっ殺しても、伊豆木は連れ戻す。やばい。本当に、日暮らしの泣く頃にみたいな感じになってきたと。いくら兄上はすごいと言っても、相手プロじゃろ、無理だよ。夏行きだったら、なんかな、なんとかなりそうな気がするんがすごいよな、夏行きだったら。記憶も賛成しかけてます、無理ですよ。それでもどうにかしなきゃダメなんだよ。伊豆木のことを諦めるわけにはいかないだろう。でも兄上やみんなまで大怪我するかもしれんじゃろ。任せとけって、そんな暇しねえよ。兄上と両人を止めてよ。やろう。俺たちの輪の中から伊豆木がいなくなるなんて絶対にダメだ。多分アイムはね、あれやな、なんでこう伊豆木がいなくなるなんて絶対にダメだって言おうかっつったら、多分お腹がそう叫んどんだろうな。伊豆木がおらんようになったら焼きそば食えようになるやないかーって。アイム結構食いしん坊なんかもしれんぞ。少しでも俺たちにできることがあるならやろう。アイム、ふふ、そうこなくったなー。このコラミちゃんの顔もちょっと可愛いよな。ちょっとムーってした時の顔も可愛いよな。コナミ。え？全員が無事に戻ってこられるように必死に考える。だからそんなに心配しないでよ。そう言われてもの。そう言いつつも、コナミは僕たちを止めるのを諦めた様子だった。よし、ちょっと考えるからみんな準備して。おう！これから、凌介隊長の作戦会議が始まります。知らんけど。ひよこの話だと、本拠地付近での争いの際、
新世界の所持していた車は壊れてしまったらしい。おう、やっぱ車ではねぎれんのじゃな。 RC8 の車もさっきの奇襲の際、事前に全てのタイヤに穴を開けられてしまった。いたずらみたいになっとるやん。いたずらみたいになっとるやん。いや、効果的やけどさ、一見してみたらさ、腹いせにやったみたいな感じだと思う、これ。面白いな、なんか。シリアス展開より若干ちょっと突っ込みどころがあるっていうか面白いな、これ。そういうわけで、クリスさんたちはイズキを連れて、おそらく徒歩で移動している。おう。人員を海側に割いたのが時間稼ぎのためだとしたら、ヘイでこの島を出ていくという可能性がより濃くなる。なるほど。島外の人間なら学校の運動場に行くにしても、か、強化山か、強化山、どっちだろう、強化山なんか強化山なんか細かいけど気になるな、どっちか。山頂に行くにしても、西側のルートを通っていくはずだ。東側の海岸を通るルートは車が通れない道なので、長いこと住んでいなければなかなか気づけない道である。なるほど。そして強化山は、東側のルートから行く方が早くたどり着ける。夏行きは、東海岸ルートで強化山に向かってほしい。夏行きのスピードだったら、もしかしたらクリスさんたちより先にたどり着くこともかもしれない。夏行きそんなに速いんやな、足の速さ。運動神経があるとはいえ。オッケー。パラライザー片手に夏行きがうなずく。回り込む作戦なんやな、夏行きは。ここに残っているスタッフが簡単にパラライザーを渡してくれるわけもなかったのだが、ひよくろ催眠術にかければ一発だった。催眠術かけたんかい。りょうすけ悪やな、お前。あ、大人を催眠術にかけてさ、交渉するって。なんかの秘密組織みたいな手を使ったんだよ。すごいな。僕は西から学校を目指す。あ、初見さんいらっしゃい。もしクリスさんたちが学校の方に向かっていたら、すぐに連絡するから対応をよろしく。おう、やる、任せておけ。ひよこと小鳥は、イズキから敵を抜き出すためにも来てもらわないといけない。うん、わかった。というか主戦力や、小鳥ちゃんは主戦力。あの光の武器、光の剣って人に対しても使えるんだろうか。ひよこも大丈夫です。ひよこも完全に仲間になってしまった。武器もないのに。か、そう。だから二人はまず海に行ってイーナさんと合流してほしい。ああ、なるほどな。それで事情を話して、海が外れだったらみんなで来て。一応イーナさんにもこういう展開があるかもしれんっていうのを説明しておくわけだな。俺は、でも書き寄って。ああ、ちょっとボケで言ったつもりなのに、りょうすけ真面目で絵を描いてよって言うんだ、お前。俺のボケを潰すな。いや、違うな。考え方を変えよう。俺、このゲームの実況さ、パート46もやりよったけんな、りょうすけの思考が分かってきたって言うべきや。違う。今のはボケで言ったんじゃない。りょうすけの思考を先読みして俺が先に言った。そうしたらりょうすけが言いやすくなる。そうそう、そういうこと。う？まあ、あれやな。イズキが帰ってきたときにさ、すぐにイズキに見せられるようにしとくってもう悪くないところ。ただ、全員が今やるべきことをやろうぜ。おう、夏行き、お前かっこいいこと言うやないか。その通りや。でも、ただでさえ人が少ないってのに、絵なんて描いてて。いや、お前が来ても足でもダメだから。すっぱり言っちゃった。ま、トマシー言えばそうなんよな。それはそうかもしれんが。イズキを本当の意味で救えるのはお前だけなんだろ。だって歩はそれをやる。いいな。わかった。私はどうすれば。クラミはここで待機していてほしい。そんな、私だけ待ってるだけってのは辛いかもしれんが、仕方ないだろ。じゃが、よし、時間がないから俺は行くぜ。兄上、うん、おもちゃだけは絶対飲むじゃ。それだけは約束してほしいんじゃ。おう、分かってるって。本当だろうな。本当本当。ああ、仕方ないの。クラミが折れるのを確認して、僕は全員に視線を送る。
絶対に伊豆木を救おう。うん。あ、まだ小鳥ちゃん、小鳥、なんで俺さ、いつも小鳥ちゃんとコナミちゃん混ざるんだろうな。あ、コナミちゃん絶対これ来るな。コナミちゃん絶対来るぞこれ。今の終わり方絶対コナミちゃん、わ、やっぱわしも来ちゃったわいみたいな感じで来るぞお前。来るなよ、振りじゃないぞ。RCH 臨時支部の前で解散後、僕は歩と一緒に西側のルートを走り続けていた。え、歩ついてくるんか結局。え、西側の方に行って西側の方の安全なところで待機して絵描く感じ。え、別に本気口で RCH と支部で追ってもいいやん。なんでいちいち出てくるんだこの歩。目指したやり屋がカメラに映りたいのかお前は。それにしても夏行きは本当に大丈夫なのか。無理はさせないようできるだけフォローするよ。しばらく走り続けていると歩を通す進む方向は別になる。どうすか、伊豆木を頼む。あいつがいない毎日なんて考えられない。うん、分かってる。僕も同じだよ。伊豆木は絶対連れて帰るから。だから歩を頼むよ。あ、分かった。歩の笑顔、こんな笑顔初めて見た気がする。さて視聴者さん、今ちょっとふと思い出したけんさ、言っておくよ。この前アップしたパート45のコメントにね、そろそろ墓庭の歌を全部クリアした人がコメントしてくださったんやけど、もう後半らしいよ。もう佳境に入ってきてるらしいよこれ。後半のラストスパート、この後の展開が楽しみ。というわけで続き、歩むと別れまた走り出す。するとすぐにイーナさんから電話がかかってきた。話は聞いた。海は外れた、浮かずだった。イーナさん、ちょっと食べたものの養分がおっぱいに行きすぎて頭に行ってないけん、あんまり考えが回ってないですね。分かってます、イーナさん、そういうキャラだってこと。どうやら僕の予想が当たったらしい。海にいた敵は伊豆木の携帯を持っておとり役に徹していたようだ。夏行きが向かっているからきっとどうにかなります。ダメだ、お前も引き返せ、危険だ。そう言われてもハズレだったのならなおさらのことを引き返すわけにはいかない。イーナさんの話だと海側にいたのは戦闘員が1人と非戦闘員が2人、つまり山側には戦闘員が残り3人もいることになる。人数多いよな。引き返すと繰り返すイーナさんの電話を切り、すぐに夏行きにかけ直す。おっ、やっぱり外れただか、はだだ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 、なんかやばい噛み方してる。やっぱり外れだったかまで噛んでしまってる。こんなん普通の人噛まんのにな。お、やっぱり外れだったか。うん、そうみたいだ。だろうな、どうやらこっちが当たりみたいだし。え、山の入り口で一人待ち構えてる見張り人おるんか。相手はこっちに気づいてない。射程範囲までバレずに近づければ俺でもやれる。踊りじゃない、ちゃんと周りの様子も見た。おう、多分大丈夫だ、行くぜ。電話をつなげたまま夏行きはポケットに携帯をの忍べ携帯の携帯の忍ばせたのだろう、携帯を忍ばせたのだろうじゃないかなこれ。雑音が耳元に届いてくる。しばらくすると乾いた発砲音が聞こえてきた。撃った夏行き、状況が見えないだけに緊張する。すると低いうなり声の後、すぐに夏行きの声が聞こえてきた。これどんなもんだ。やる夏行き、お前スターウォーズの世界に飛び込んでも戦っていけそうやな。倒したの。あ、まあな。すごいわ、普通待ち伏せする側の方が優位で追いかける方が不利である。しかも相手はプロだというのに。さすがは夏行きと言うべきかは、パート1の水鉄砲の時を思い出す。それにしたってできすぎだ、できすぎくん、できすぎくん。というか割とすぐに気づかれたんだけど、全然こっちを攻撃する気がないっていうか、様子が変だというか不自然やな。あれならきっと歩でも勝てたぜ。いや、それはどうだろう。えへ、まあな。どんだけ歩も舐められとんや。歩む舐められすぎやん。じゃあ俺はこのまま山を登っていく。気をつけて、
気づかれないように。この島の山なら俺の庭みたいなもんだぜ、任せとけよ。電話が切れる。やばい、このタイミングで電話が切れるって若干フラグっぽく聞こえてくるんやけど、いけるん今の。ちょっと不自然な動きといい、さてと、またうるさくいろいろ言われるだろうが、イーナさんに報告しなきゃならない。僕は通話ボタンを押してイーナさんの携帯へと電話をかけた。イーナさんへの報告を終えると、僕はすぐに電話を切って山へと向かって再び走り始めた。お、あれは。道の端、切り捨てられたように横たわる自転車を見つける。自転車？よし、鍵かかってない。堂々と取ろうとしてる。自転車を起こしてまたがる。徒歩なら数十分かける道も、自転車ならすぐだ。このゲームが逆アニメだったらさ、すぐにさ、おいそこの君何やってるんだい、道にあった自転車今乗ったよねって言うて警察が来るんよな。逆アニメだったら。こい出して少し経つと、夏井から電話がかかってきた。どうした？もしもし、どうかした？凌介、ちょっとやばい。珍しく奇妙な声が返ってくる。やばいってどういう状況なの？だな、夏井が説明を始める。どうやら山の中、中腹でクリスさんとイズキ、他2名と接触したらしいのだが、そのうちの一人と交戦し始めて、今夏行きは追い込められているらしい。はあ、それがよ、残りダンスが一発しかないみたいなんだよ。え、3人もおるのに？ちょっと無駄に落ち着きたわ。今は話してて大丈夫なの？いや、もうじきやばいな。多分もうすぐ近くまで来てると思う。あ、バレてないんじゃ。一応今の場所はバレてないやな。やっぱり夏行きだからといっても、そう簡単にことを進められるわけじゃなかった。でもそうも言ってられない。何か考えなきゃ、いい案を出さなきゃ。必死に頭を働かせる。山の中、残りは一発。全ての意識を頭へと集中させる。やばい、ちょっとこれ集中モードのボスみたいになってる。スケットダンスのボスみたいになってる。え、凌介、ゴーグルかけたか？ちゃんとゴーグルかけたか？すると不意にある作戦が頭の中に浮かんできた。すごいわ、考えたらすぐに出てくるところがすごいわ。主人公騎士ってやつやな。やばい、来たわ、来るぞ。待って、返事したくていいからこのまま聞いて。黒点を終えたらマナーモード切って、夏以下狙いやすい場所に携帯を投げ捨てて。ここまで言えばわかる？わかるわ。ああ、着信で脅してないわ。着信かかってきてミスターって思わせておくんじゃ。で、踊りにするんじゃ、携帯。やる。てか、これ前にも見たや。この感じ前にも見てみたぞ、これ。これ、水鉄砲で、パート1の水鉄砲の時にやったぞ、これ。やはり、涼月のひらめきがすごいな。主人公気質ってやつだよ。ルーシュ・ランペルージュみたいな作戦立てようとしてる。しかもこれさ、視聴者さん、俺の動画見てくださってる視聴者さんにはわかると思うけどさ、パート1で涼介が、あの、水で、パート1やっけ？パート2にもつれ込んだんかは覚えてないけどさ、冒頭の水鉄砲の対決でさ、涼介がやった手なんよな。みんなで、部活じゃないけど、みんなでグループのメンバーでやった水鉄砲の打ち合い対決みたいなんでさ、涼介がやった手なんよな、これ。こんなとこでまた出てくるとは思わんかった。そう、夏雪を倒したやつ。同じ手だった。全く同じ手を使った。数秒後、返事の代わりに電話が切れる。よし、夏雪は理解した。そう決めつけ、僕はすぐにまた、夏雪の携帯に電話をかけ始める。そしてコール音を2回ほど聞いてから電話を切った。しばらくそのまま待つ。すると今度は夏雪の方から電話がかかってきた。すぐに着信ボタンを押す。いやー、さすがは涼介さんですわ。見事に決まってるやないか。その様子だとうまくいったみたいだな。ほっと一息安心する。僕が考えた作戦はこうだ。分かってる、俺にも分かってるから。夏行きが名付けつけてた携帯は僕の電話を受信し音を鳴らす。すぐに電話を切ることで夏行きが慌てて切ったかのように見せかける。
敵は夏行きをうっかりマナーモードにうっかりマナーモードにするのを忘れていたと思い込み、そのまま音の鳴った方へと向かっていったことだろう。すぐに聞いてうっやべ、キラナーみたいな感じを演出するところがまたすごいよな。待ち構えていた夏行きはそれを一発で撃ち抜く。敵もこちらが中学生だからと油断していたに違いない。相手が慎重に行動していれば夏行きはきっとやられていた。自分の立場は中学生ってことまで利用してるんがすごいよ。本当のルルーシュランペルージョやん。それにしてもすぐに作戦内容を飲み込み一発で成功させてしまうあたり、さすが夏行きだ。やばい、最高の司令官と最高の兵士が最高のパフォーマンスを見せたぞ。こいつも同じ型のパラライザー持ってるから、これもらって追いかけるわ。やったやん、ナイスやん。一発しかないけんさ、一人倒しても残り二人がまずいと思っとったら、さらに新しいが出てきた。運馬やムンまで、ね、向いてきとるやん、これ。お、いやダメだ、こいつも残り二発しかないじゃん。夏月さんなら大丈夫、第2発一発必中ですよ。最初に倒した相手のは回収してないの？お、そんなことを考えもしなかったぜ。一旦偽装して回収する。わかった、僕ももうすぐ着くから一度合流しよう。オッケー。このさ、起点を聞かせた作戦といい、このさ、パラライザーが2丁あるって展開が後々さ、何かありそうな気がするよな、俺の患者。このパラライザーが2丁っていう展開を利用する作戦が買いかぶりすぎかな。通話を終える。よし、僕は思いっきりペダルを踏み込んだ。ドゥ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 、多分この時の涼介の感じとしたらさ、アニメにしたら青虫ペダルみたいな感覚なんだろうな。目的地が近づくと1台の車が僕を追い抜いてから少し先で停車した。ドアが開き小鳥が出てくる。涼介。え、小鳥どうしたの、その車は。これはどうやらこんな時間だというのに、臨時支部の近所にの人に適当な理由をつけて車を借りたらしい。手回し早っ。ちゃんと近所付き合いしていてよかったと、イーナさん。イーナさん近所付き合いとかしなさそうやもんな。一切ない無駄なことを省きそうなタイプやもん、イーナさん。よかったやん。もう目的地も近かったので、僕はそのまま自転車で目的地に向かう。おーす、お疲れー。山の近くやな。到着するとまだ気を失っている新世界の人の横でパラライザー片手に夏行きは僕たちの到着を待っていた。さあ行こうぜ。先陣を切って夏行きは山道を歩み出す。そんな夏行きをイーナさんが呼び止めた。待て、ここからは私と高橋だけで行く。お前たちはここで待っていろ。夏行きが寝てるみたいな感じになってる。するとその言葉を聞いた夏行きは少し考えたような顔を見せた後、課長。え？イーナさんにパラライザーの銃口を向けたのだった。夏行きさん、あんたたちの何を信じて任せられる。涼介がいなきゃあなたたちは未だに海でドンパチやっていただけだろ。そうやな、騙されて。正直本当に涼介おらんかったら逃がしとったかもしれんレベルやもんな。俺は別にあんたたちの助けを待っていたわけじゃない。ここで説教垂れる気なら俺は躊躇なく撃つぞ。時間のもん無駄だ。何も言いかせないイーナさんに背を向け、夏行きは山頂を目指して歩き始める。敵は大なんて読むんじゃ、夏行き。夏行き、お前バカなのにさ、難しい漢字使うな。夏行きルートで山頂に向かっている。夏行き、難しい漢字使うな。夏行きお前バカ野郎、バカのくせに難しい漢字堂々使ってない、バカ野郎。なんとか地蔵ルートなら今でも追いつける、行くぞ。く、仕方ないな。そういうわけで僕たちは全員で山を登り始めた。くそ、重要なところですよ、本当。なんて読むんじゃあれ、難しい漢字使いすぎなんじゃ。しばらく歩くと分かれ道に到着する。クユさんたちより早く山頂にたどり着くために夏行きの進言通り
脱ぎー難しい漢字もう一度使うな脱ぎなんとか地蔵経由で山を登るルートを進んでいくことにする。しばらく何事もなく夜の山中に僕たちの足音だけが響き渡った。先頭は夏行き、それについて続いて RCH の高橋さんにイーナさん、そしてひよことことに最後尾が僕だ。ああこのチームの頭脳が一番最後っていうことね。もう一人した RCH の戦闘員は港への戦闘で負傷し、今は臨時支部で手当てを受けているだろうということ。イーナさんたちは伊豆を背負っているので、そんなに早く山を登ることはできないはずだ。大丈夫、きっと間に合う。そんなことを思いながら山道を歩いていると、急にガサッという物音とともに僕の体は宙に浮いた。首に巻かれる太い腕、異常を感じ呼び出そうとした瞬間、こめかみに当たる冷たく肩に何か。どうすか？というところで時間なんでタイミングいいとこで切らせてもらいますが、すごいとこで切らせてもらいますが、今回はこの辺で。涼介がやられそう。さあ次回どうなるか。というわけで今回はこの辺で週明け。予想以上に順調な涼介たち、しかし最後誰かの襲撃を受けて涼介倒れております。箱庭の歌やけんな、このゲームは箱庭の歌やけんな、この後思いがけないような展開になっていくとは思うんですよね。伊豆急出編、まだまだ続きます。